ヨーブラザー白瀬ゴロです。いつもご視聴ありがとうございます。今日紹介したいのは世界ランク6までの、コスパパーティー の作り方の説明ですね。世界ランク6になるまでは、そんなに敵も強くないんで、コスパパーティーを作っても、走破できるんじゃないかなっていうところで一応考えて作ってみました。はい。でそうですね、これから世界ランクがどんどん上がっていくと、キャラクターをね選んで、属性とかの組み合わせやらなきゃいけないと思うんですけども、それまでやっぱ樹脂もね あんまり皆さん潤沢にあるっていうようなゲームではないんで、キャラクターをある程度絞って、で無料ガチャであったりとかピックアップガチャがどんどん出てきて、ある程度キャラが揃ってきたかなってタイミングで、他のキャラも育てていけばいいんじゃないかなっていうところで、まずは初期のね、定番みたいなパーティーを皆さん作るコツをねちょっとお伝えできればなっていうところです。で僕が作ったパーティーは、たまたまね星5のモナが手に入ったんで、入れてるんですけども、コツっていうことなんでこのキャラじゃなきゃいけないってことはないです。まずはご説明します。まずはレザーを使ってます。でレザーでこれもたまたまね狼の末路が手に入ったんで狼の末路を使ってるんですけども、あくまでパーティー作りのコツをお伝えするんで、参考に今回は僕の使ってるってことでこれを説明します。でモナ レザーの狼の末路、生物は剣闘士のフィナーレ、ね、でモナの死風限定ね、これもたまたま持ってましたんで、はい。他の武器だとしても全然コスパパーティー作れるんで、それもねコツなんでお伝えします。で生物は、大地を、流浪する楽団っていうやつですね。でこちらスクロースですね。スクロースを使って、竜殺しの英傑タンを使って、こちらの4セット風元素ダメージの、4セットですね。で次にバーバラ、バーバラの場合も、ちょっといつもとビルド違うんですけども、今回は愛される乙女少女と、これもね武器はこっちの竜殺しの英傑タンの方で大丈夫です。で生物はこちらっていう形になってます。なんでこちらのパーティーにしたかっていうと、コンセプトとしてはコストパフォーマンスが優れてるっていうところですね。で今回のコストパフォーマンスの定義なんですけども、コストは樹脂になります。で樹脂に対して、戦闘能力とか、いろんなダンジョンとかを踏破する能力に長けてるってことで、コストパフォーマンスという形にさせてもらいます。決して安いっていうわけじゃないですね。でまず理由ですね。キャラクターを育てるにはこの樹脂を使ってこの突破素材とかを手に入れる必要があります。突破素材、武器であれば武器の突破素材で、生物であれば生物を手に入れるために遺跡の周回で、この3つがかなり時間かかる要素と、あとテンプですね。テンプに関しても時間のかかる要素になります。はい、武器を強くするための周回、生物を強くするための周回、キャラを強くするための周回、テンプを強くするための周回の分かれてます。で今回ね、レザーに選んだ理由としては、まずは突破する素材をまず見ていただきます。まずは、ボスの周回ですね。ボスの周回で手に入るこのかけらとか、こちらのプリズムですね。これはボスの周回数にも全員にね回らなきゃいけないものになります。でこちらは、ググプラムといって、狼の剣に引っかかっているこのモンド特産品ですね。これも必ず拾わなきゃいけない。これはキャラ特有なんで、皆さん絶対拾わなきゃいけないもので、4つ目です。4つ目で僕が結構重要視しているのがこの仮面ですね。これはヒルチャールを倒すことによって手に入るもの、これはちょっと覚えておいてください。で次武器、武器に必要なもの、これが腕輪になります。腕輪っていうか、なんか手枷ですね。これの僕が武器を選んだコツとしては、この手枷の曜日、水曜土曜ってところに注目します。でこちらはゴーレム守衛とかハンターが落とすものですね。こちらの、装置系のものです。でこれが絵巻、これもヒルチャールが落とすものになります。
ヒルチャールの一団の中にいるやつらですね。で次、生物はこれが剣闘士のフィナーレって言って、どこで手に入るのってなった時に、まあ、ちょっと説明長くなるんですけどね、あの皆さん覚えていた、例えばこれを倒した時ボスを周回します。例えば、まあ、これを手に入れたいと、例えばそのプリズムであったりとか、さっきの紫のかけら、レザーを突破させるために手に入れるために必ず周回しなきゃいけないのがこちらになります。でそこに手に入る、まあ、ランク4からの星5生物が落ちる、これが剣闘士のフィナーレと楽団なんですね、はい、これ何でかっつったら、あのレザーとモナの装備してる生物になるんで、まあキャラクターの突破素材を、例えばこうこちらのこれを回るときでも、まあ、モナの突破素材手に入れるときでも、こちらのスクロースの突破素材手に入れるときでも、バーバラの突破素材、あるいはレザーの突破素材やるときでも回らなきゃいけないんで、まあ、おのずと揃っちゃいます。要するに生物の問題に関しては、このキャラ突破素材を手に入れるっていう作業だけで、まあ、レザーとモナの生物は手に入っちゃうことになりますね。これが、樹脂のコストに対してのパフォーマンスの良さです。でもう一つ、こちらの曜日でここで手枷が出るんですけども、さっきが水曜日土曜日ってとこですね、うん、ここがかなり重要で、 まだレザーしか説明しなかったんですけども、ここでモナの使ってるやつも手枷なんですね。なので水曜日は、まあ、手枷回ってレザーとモナの武器のやつが手に入ると。でもう一つ、こちらも守衛とハンターで手に入るドロップアイテム、同じなんですね、うん、なのでゴーレムと回ってれば、大体ゴーレムとヒルチャール回れば大体手に入ると。であとは、まあ、スライムに関しては、まあ、適当に回って手に入れるので、惰性で手に入れることができる感じになります。で生物はこれで手に入りますね。でもう一つなんですけども、テンプに関して言うと、ヒルチャールを回っていいですよね、まあ、回るのがヒルチャールと高層の鉄、これが水金なんですよ。高層系が手に入るのが水金、さっきのは木土でしたよね。水金木土、1日に限りある樹脂の中で回るには、ある程度この曜日限定アイテムがばらけさせる必要があるんですね。そこでコストパフォーマンスで言うと、全部が高層になってしまったり、例えば全部が手枷だったりとかすると、もう回りきれなくなっちゃう可能性があります。コストとパフォーマンスが見合わないっていうことです。でそれに比べてテンプ、スクロースのテンプ、これが自由になるんです。自由は月目なんでドルとも被らないですね。だから集めやすい。バーバラに関しても自由なんで月目被ってないんですね。でコストパフォーマンスがいい理由としては、スクロースとバーバラに関してはレベルをほとんど上げてない武器を使ってます。これは、まあ、ガチャの副産物で出るものを精錬ランクを上げて竜殺しの英傑さんを使ってるんで、これはあの前衛2人に対しての威力を上げるものなんで、これで結構です。僕はこれを使って世界ランク6まで普通に行けました。でこちらの、スクロースの突破なんですけども、まあ、固有の風車アスターっていうものと、トリックフラワーの蜜っていうのになるんですね。トリックフラワーの蜜。でトリックフラワーの蜜はこのモナも必要としてます。バーバラの場合はちょっと違って、バーバラは風魔の絵巻って言ってヒルチャールから手に入るものになります。で、一応これ一通り説明したんですけども、まずは曜日が被らない強化素材ね。曜日が被らない強化素材と、ドロップが被らない、ドロップが被って同じところに行って、その欲しいのが出なくても、モナにつけれる。モナが欲しくないの出ても、まあ、こっちにつけれる。でスクロースとバーバラもお気づきだと思うんですけども、これも一つのダンジョンで手に入るんで、同じ樹脂で同じ20の樹脂を使ってこちらの
ね、スクロースにつけるのとバーバラにつけるもの、これが揃っちゃいます。まあ、こういう形で、回るところ樹脂が限られてるんで、その限られた樹脂の中で少しでもね、出る確率が高いようなピックアップにするといいっていうことです。でもう一つ、今の選んだ理由としては、例えばこう討伐とかでこう見ると分かると思うんですけども、ファドゥイとか戦うとこのお守りがね必要だったりしますよね。であったりアビスでこれ手に入れるとかなんですけども、僕のパーティーの場合は、まあ、スライムはね少なくていいんで、スライムとこっちの遺跡の守衛とハンターのこの回路ね、それと、まあ、ヒルチャールたちね、ヒルチャール の集落とかに行くと、まあ、この仮面が手に入ったりとか、まあ、矢尻が手に入ったりとか、そのあとは絵巻が手に入ったりするんで、まあ、簡単に言うとチャールとゴーレムと、あとはこのトリックフラワー系、これを倒すだけでいいんですね。例えばこういうディルックとか入れると、まあ、回らなきゃいけないところがどんどん増えていったりしますね。ね、あとはこのこっちのアビスを倒しに行かなきゃいけない、ファドゥイを倒しに行かなきゃいけない、こっちのデッドエージェントを倒さなきゃいけないとか、そういうなんだろうなっちゃうんで、組み合わせはこの時短にもなるんで、そこら辺を考えてやると、まあ、こっちは樹脂がかからないんですけど、結局時間がかかっちゃうんで、そこら辺もね、毎日だとめんどくさくなったりとかできなくなったりする可能性もあるので、そこを考えてやると非常にコスパのいいね、時間的コスパ、樹脂的コスパもいいみたいなパーティー作りができて、さらには世界ランク6まで不自由なく突破できるようなものになります。で、なんでコスパを良くすればいいのかっていうと、限られた樹脂の中でキャラクターを強くしなきゃいけないっていうことが旅人たちあると思うんですけども、ここで無駄に樹脂を無駄に使っていろんな素材を集めなきゃいけないってなると、キャラクターをしっかり育てることが時間かかっちゃったりするんで、結果的に周回がね遅くなってしまったりするんですよね、弱いキャラクターをまんべんなくみたいな。なのでキャラクター選びの時は重要なのは、キャラのステータス突破、武器突破、生物をまあ2ダンジョンぐらい手に入るような生物の構成、まあ、テンプ、これの上げ方で、例えばこれをコストパフォーマンス良くして、まあ、潤沢に4キャラ分揃えれるとしたら、余った樹脂何に使うのってなるじゃないですか。そしたら余った樹脂はここの金脈をね、地脈を取りに行って金をとお金を取りに行ったり、キャラクターのレベルに必要なものを取ったりと、こっちに振り分けることができるんですね。なのでそこら辺はしっかりとね、樹脂、限りある樹脂の中でやりくりするために、まあ最終的にレベル90にね、ランク世界ランク7まで行ってレベル90にするまでの間は、樹脂はそれなりに余裕を持てるようにコスパのいいパーティー構成にしていくと、結論その毎日毎日の積み重ねで楽、どんどん楽になっていくことになりますので、そこら辺を気をつけていけばなと個人的には思いました。一応これね、強制とかではなくて、まあ、その参考にしてもらえばいいと思います。例えば僕の場合はたまたまモナが当たりましたっていう構成だったんですけども、例えばそこを別のキャラクター構成、クレイがいるんだったらクレイの構成にしてみたりとかでもいいし、そしたらちゃんと素材を周回するところを計算して、まあ、その中でのコストパフォーマンスのいい組み合わせを自分で考えてみたらいいと思います。まあ、これが一応パーティー構成、コスパのいいパーティー構成、結論世界レベル6まで7まで踏破できる、まあ、時短という形になります。ぜひ参考してもらえればと思います。はい、ということでね、今日のご視聴どうもありがとうございました。こういったまあお役立ちで、ね、できる原神ライフを楽しく過ごせるような動画をまた出していきたいと思いますので、ぜひぜひチャンネル登録と高評価の方で支援していただけると非常に嬉しいです。あとライブをね、僕結構やったりしてますんで、よかったらライブの方に遊びに来てコメントしてくれると非常に嬉しいです。ではまたお会いしましょう。グッバイブラザー。